と、今回の参議院議員選挙をやっぱ分析してると、うん、実はだから古い政党が議席を減らして、新しい政党が議席を増やしてるんですよ。だ例えば、立憲民主党とか共産党の票は、ほとんど令和新選組に流れてるし、うん、で、自民党とかの票はやっぱ維新の会とか、うん、まあ、それこそ NHK 党とか参政党みたいなところに流れているわけですよね。で、今回、選挙区が3議席減ったんですよね。うんうん、あの一票の格差問題で5億っていうのになって、鳥取と島根が一緒になったりとかして、うん、3選挙区確か減ってるんですよ。あと高知とかな、うん、でその分が比例に行ってるんですね、うんうん、だ全体の議席は減らしてないんで比例が増えてるんですけど、うん、つまり比例で自民党は1議席増やさなきゃいけなかったの増えてないんですよね、うんうん、ということで、まあ、結構その辺の議席が新しい政党に流れてきてるっていう現象が来てると。うんうんうん。だからなんかその支持層のリニューアルというか、そういったものが進んでないのかなと。っていうのはちょっとありましたね。まあ、全て自民党も公明党も立憲民主党も共産党もみんな減らしてますからね。うん、公明がものすごく減らしましたね。やっぱ、言うても高齢化してんでしょうね。支持層が。100万ぐらい減らしたのかな。公明党の組織力がやっぱり衰えてきてるのは間違いないでしょうね。やっぱり一番元気があった頃の、まあ、本当団塊の世代とかがやっぱり支持層の中でやっぱり大きかったんで。うん。で、結構だから面白い現象だなと思ったんですよ。次の選挙は、ま、よりその傾向は多分強まるはずなので、うん、でそこでやっぱりこうネットをうまく利用してるところ、うん、うん